皆さんこんにちは。日本をかっこよく結び大学でございます。今回のお話は隠された日本人のルーツということで日本人の DNA に隠された情報から日本というものを考えてみようかなというふうに思います。今度の5月の14日の土曜日になりますけれども午後1時からオンラインセミナーを行います。このオンラインセミナーでは YouTube では語ることができきらないこの縄文以前から縄文時代につきまして がっちりととととですすね皆様もにに考えてていこうううふうに思っております YouTube の動画ではなくて別な動画サービスを使ってお申し込みをいただいた方のみに配信されるという、まあ、そういう仕組みになります下の概要欄からお申し込みいただくことができますのでぜひですねお申し込みをいただければというふうに思います ということで今回のお話この隠された日本人のルーツというこれ一応この縄文文明というこれ僕の本なんですけどもこの本をお持ちの方であれば118ページの日本人はどこから来たかというこの辺りのお話を中心にちょっと深掘りしてみようかなというふうに思っていますこの本のここにちょうど図が載っかってるんですけどもこれをですねこれもともと大阪医科大学の法医学教室の松本秀夫先生という方が発表された図になります もう法医学教室とか言いますとねあの僕なんかあのテレビドラマの「科捜研の女」なんて大好きでしてね <laughs> まあご覧になってらっしゃる方もおいでになるかも分かりませんけども,もう主人公のマリコさんの活躍がたまらない最近あのオンデマンドでこうずっと古いやつから見ることができるんですけどね時間があるともうちょっとでもマリコさんみたいななんて思ったりもするぐらい科捜研ってすごいんですよ科学総産研究ってねで。特にこの法医学 っていうのはこれはあの遺体解剖とかっていうものをやっていくところなんですけどもそういったふうなところからこの DNA に関する研究ってものすごく進んでおりましてそこの教授が作った図ということになりますこの松本先生のご著書でアジアおよび日本の血液型のグロブリン遺伝子っていうんですけども GM 遺伝子とも言いますがこの遺伝子の分布についてこれを1987年ですからもうだいぶ前になりますけどもこの時に分析をされたものであります。 ここのの中にですねこの赤いところあるじゃないいですか赤い遺伝子赤いところの遺伝子っていうのがこれがでですすねマラリア抗体遺伝子なんです戦時中に日本の兵隊さんがこう南方の方に行きましてねいわゆる南方戦線で次から次へとマラリアにかかって高熱を発して倒れてしまったで一度マラリアにかかるともう日本に戻ってきてからもうマラリアの発熱がまたぶり返すことがある。 とということでもう本当にマラリアっていうのはたち、まあ、が悪い高熱が出る病気なんですけれどもこのマラリアに対する抗体遺伝子っていうのがこの赤い遺伝子になります日本人ほとんんど持ってないんですところがこの南方系に住んでる人たちっていうのはもう真っ赤かマラリア抗体遺伝子ばかりだからマラリアっていうのは蚊が媒介するんですけどもマラリアの菌を持った蚊に刺されても大丈夫なんです。もは大丈夫でない人たち おいでになったかもしれませんでもマラリアにかかって早くそういう方がお亡くなりになってしまうので結果としてマラリア抗体遺伝子を持っている人たちだけが生き残りそういう人たちが後輩を重ねることによってついにはマカカの状態にまでなっていくつまりマラリアにめちゃめちゃ強くなっていくというふうにだんだん進化していくというのが、まあ、こういう図を見てわかるわけです。一方日本人っていうのは この南方系から入ってきた人たちの血も混じっていますからだから日本人の中にもこのマラリア抗体遺伝子赤いところありますよね持ってはいるんですけども量が少ないあるいは持ってる人の数が少ない結果として日本人は南方に行きますとマラリアにかかりやすいという問題が起こってくるわけですさらに言いますとねこの黄色いところ黄色い遺伝子この黄色い遺伝子っていうところがですねこうパッとご覧いただいて こっっちち側の人たちってほとんどこの黄色い遺伝子持ってないでしょところが日本人やたらもうみんな黄色い遺伝子持ってるんですところがこの黄色い遺伝子が朝鮮半島の方に行きますと日本人と比べるとかなりやっぱり減ってきてるさらにチャイナの方に行きますともう黄色い遺伝子ほとんど持たなくなってしまうこの辺ね南方に行ってもそうです台湾の人たちはこの黄色い遺伝子持ってる人たち多いんです沖縄も多いんです日本全体に こののの黄色の部分の遺伝子多いんです AB3 の ST という名前のグロブリー遺伝子ということになるんですけれどもこうして見るとこの黄色い遺伝子がまあ何を意味している遺伝子なのかということはまマラリアみたいに分かりやすくはないので何とも言えませんけれども日本人がこの黄色い遺伝子をたくさん持っているのに対して朝鮮半島が少ないということは朝鮮半島の人たちが日本に流れてきたという可能性というのは量的には非常に少ないということになるんです。 多少は血が混じってるんです。こちらの方もそう。多少は血が混じってます。黄色を持ってますからね。けれども、けれども、この黄色い遺伝子を持っている人が少ないということは、明らかに人種が違うということを意味します。ただ、全員持ってないわけじゃなくて、ちょっとは持ってるということは、血が混じっている。ね、中国人とも、あるいは朝鮮半島に住んでいる人たちも、日本人は血が混じってる。彼らの中に日本人の 血は混じっているんですが量は少ないまた遺伝子レベルで見る限りチャイニーズやコリアンと日本人というのは全然違う遺伝子を持っている遺伝子構造を持っているということになるわけですこれはこういったところから明らかになりますもしもしですよチャイナから朝鮮半島を経由して日本に人も文化も輸入されてきたんだとするならば こちらの人たちが持っている特徴を日本人は多く持っていなければならないということになるんですところがそれがあまりないというふうに考えますとこの黄色が少ないですよねこっち多いですよねこの人たちが日本列島に移動してきたんだったらば、日本人もこの黄色いところ少なくならなかったらおかしいと思いませんでしょこちらの人たちがいるところに 日本から人が渡っていってそして少なからず血が混じっていったとするならばこちらの人たちに黄色いところの遺伝子があったとしてもおかしくないっていう話になるじゃないですかだから人間はこっちからこう移動したんではなくてむしろこっちからこう移動したっていうふうに考えた方が正しいということになるんです今まで多くの学説が日本の人も文明も文化もいずれも チャイナから朝鮮半島を経由して日本にやってきたんだ。だから、チャイナが親であり、コリアが兄であり、日本というのは一番の弟、序列から言ったら最下位なんだというふうに唱えられてきましたけれども、DNA で見る限り、それは嘘だということになります。間違いだということになります。そうではなくて、あえて言うならば、むしろこっちが親であって、まあ、親とか子っていう表現自体がそもそも当たらなくて、血が混じっていった。ただし、 血の交じ方というのはこっからこっちこっからこっちに行くに従ってだんだん減っていったと考えるのが妥当だっていうことになってくるわけですはい。日本人はどこから来たのか日本人はちょっとし, <laughs> しつこいかもしれませんけどチャイナからコリアを経由して日本に来たのではないむしろ日本から半島やチャイナに渡っていった人たちが多い そして、てて血がが混じっていっっいいたんんだだととと考えるるのが適切ななうことになってくるわけです。そうすると何が起こるかというとこれ Google マップいつものねよく使う Google マップなんですけれども古い時代においてもともとこの薄い水色のとろっていうのは陸地だったっていうことですからこれ全部陸続きです。これがだん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 海面が上がってきてそして 陸が離れる海で離れ離れになってしまうことによってもともと同じ人々だったものがそれぞれ分かれていきましたもともと同じ人々であったということは持っている DNA も同じでなくちゃいけない同じでなくちゃいけないんですでも違いが生まれてきたというのは大陸側にっったたた人たちととといいいいうのはが広いですからろろんなところと血が混じっていった日本は島国ですから割と純粋に血を保つことができた。そしてこのの日本っていうのは 広大な海洋というものをこの輪っかのところをこう移動するまさに和人ぐる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 島から島へと渡り歩いて暮らす和人ですから和の中で暮らしている人々ですからちなみにあのよくあの太平洋にはムー大陸があったって言いますよねムー大陸があったって言いますけどこのかつて大陸があったことを示すような場所ってないんですよこうして太平洋全体を眺めてみてもムーっていうのはムー大陸ではなくてムーという名前の広大な の島から島へと渡っていくとこれぐるっと回ることができるカタカムナなんかでムっていうのは広がりのことを言いますずーっと広がった広がったこの広大な海洋を中心において人々がぐるぐると暮らしの場所を移動することができる、まあ、そういう中において広大な海洋文明として和人たちの文化というのは発達していった日本人っていうのはもともと海洋民族だってことですその海洋民族である日本人は だん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 海面が上がってきて島が次から次へと沈んでしまうことによって結局島を捨ててこの日本列島に住むしかなくなってしまうでその日本列島の中で我々は非常にこう高いレベルの文明文化っていうのを営んできたそれが縄文時代の始まりであるというふうに考えていった方が適切かなと。で日本人はさらに赤穂山の大噴火があった時に結局半島や大陸の方に人々が渡っていくということが起こった。 その後も大陸や半島との交流というのは頻繁に行われていただから当然のことながら血も混じっていった彼らの中にさっきの黄色い遺伝子が残っているというのも結局日本から出かけていったからなぜ日本から出かけていくかっていったら日本人は船持ってますからいくらでも移動することができる海洋で暮らすということは船という足を持っていますからね足船でできた足を持っているんであちこちまさに世界の海を股にかけてですね 移動ししななながら暮ら暮ていいたとととううことではかかろうかなとそして行く先々で平和と高い文明文化というものを伝えていった稲作もおそらくはいわゆる水耕栽培温帯でありながら田んぼに水を入れることによってあたかも熱帯であるかのような演出をしてそしてお米を育てるといったようなこういう考えの技術なんていうのも少なくとも遺跡の順番を見る限り水耕栽培の遺跡が発見された水耕栽培の年代を見る限りこちらが先なんですよね。 今までは文明は西から東へ流れているというふうに考えてこられた。でも最近のさまざまな考古学的な発見が示すことはそうではなくてむしろ海から陸へと流れていったというふうに考える方が適切ではなかろうかというふうに言われている。だから今までの考え方はガラッと変えていかなければならないということになるんではなかろうかなというふうに思います。日本人のルーツが相当そういうい意味では 明らかにされてきてるにもかかわらず、なぜそのことを隠して、で、日本人はチャイナやコリアから人々が流れてきて、で、島に住むようになったんだ、というふうな説ばかりがことさらにメディアなんかで取り上げられるんでしょうか。これはもう明らかに GHQ の政策によって、日本人が日本人としての自覚と誇りに目覚めないようにしていく。もう戦争終わってからもう何年も経ってるし、GHQ もとっくの昔に解散してもう何年も経ってるんですけれども、 でもいまだに日本っていうのは、そういう教育をしていかざるを得なくなってる。そういう番組を作らざるを得なくなってる。なぜかといえば、それは日本が今でも結局は大陸を持つ国の属国であるからということになります。世界の文明というのは、海から陸へと広がっていったということが言えるわけです。それとね、面白いことがもう一個あります。このね、北の方に行くバイカル湖の方ですね。 日本人とほとんど同じ DNA を持った人たちがこちらの方に住んでいるということにこの図をご覧いただいてお気づきいただけようかと思います。でなぜですねこれは満州よりももっと北側ですよねモンゴルよりも北側になりますいわゆるシベリアですよね。っていうと実はこの人たちというのは日本から渡っていってってい人たちい モンゴルの大帝国を築いた人たちではないかというふうに言われています。源義経が欧州藤原の一族この欧州藤原の一族っていうのは大量の黄金を持っていて、そして当時の欧州藤原氏っていうのは馬を育てる。だから騎馬武者騎馬軍団っていうのを養っていた。義経は平家追討に際して常に 少数の騎馬兵で大軍の兵器を叩くという戦い方をしました最後の弾ノ路の戦いだけはこれは水上戦なんですけども一の谷の合戦あるいは八島の合戦というのはいずれも少数の騎馬兵によって大軍の兵器を叩くという戦い方になっていますこの戦い方というのは誰がどう見ても欧州藤原の一族の戦い方なんです そしてこの欧州藤原一族の戦い方というのが実はモンゴルのジンギスカンのの騎馬軍団の戦いいにもなっていますジンンギスカンは源義経でありジンギスカンの金獣というのはこれは欧州藤原一族であったという、まあ、そういう説がこれもあの明治時代からずっと隣り続けている説ではあるんですけどもその説をまるで裏付けるかのようなこの黄色い遺伝子の分布状態になっているというのは非常に面白い点なのかなというふうに思ったりもします。 はいということでこちらからこちらへ流れたんではなくてこちらからこっちへ流れたこれらもここっっちちからこっちへ流れていったもしかするとユーラシア大陸の文明の基礎っていうのは日本から生まれたのかもしれないでそれだけじゃないんですよもっと言いますとねぐるーっと回りましてねここにねグリーンランドってあるでしょグリーンランド広大な白いところ全部氷に割れてるんですね全部氷なんですこのグリーンランドってグリーンランド国っていう国ないですよ グリーンランラドってこれデンマーク領なんですでデンマークってここにあるこんなちっちゃい国だと思ってるでしょとんでもないこれ全部デンマークですからでね問題はこのグリーンランドに住んでる人たちなんですけども、まあ、あのこれはあのオンラインセミナーの時に写真なんかもお見せしますがまるっきり日本人です顔がまるっきり日本人です男も女もどう見てもいやそれいや間違いないだろうって思います我々日本人は日本人とコリアンの顔の違いってやっぱり分かりますよねチャイニーズとも 顔の違い分かりますよね。ここの人分かんないですよ。ということは何を意味しているかというと我々日本人っていうのはもともと海洋民族ですから想像以上に世界に広がっていっていたかもしれない。北米ののインンディアンといいううは、日本人と同じ族だったという話がありますよ、ね、から南米のペルーに行きますとねこの南米に住んでいる人たちっていうのはもともと自分たちは日本から渡ってきたんだという彼らは神話を持っています。これ本当の話です。 日本ではなかなか紹介されませんし本にも書かれていませんけども現地に行って直接ヒアリングした人から聞きました現地の伝説として我々はもともと日本からやってきたんだとそういう伝説があるんだそうです海洋民族なんですそして魏志人神ね有名な魏志は人で見ると羅国国史国という表現があります裸で暮らしている国歯を真っ黒に染めた国そういう国がそれも皆和紙なりそれも同じ全て和人たちが住んでるんですよと言われている そこは水1年、海の上を船で1年行った先にある船で1年ですよ1年行った先にある国であるというふうに書かれているんですがこの日本からちょうど1年船で行きますとこの南米のエクアドルあたりに着きますそこでは縄文式土器が発見されています。縄文式土器というのはエクアドルだけではないですアメリカでもカナダでも発見されていますアフリカでも発見されています 我々の祖先というのはもしかすると本当にまさに7つの海をまたにかける広大な海洋を自由に往来する自由の民であった、ね、かもしれない。っていうかそうとしか言いようがないだって証拠が上がってきてるんだから誰かが、ね、どういう説を唱えてるかっていうのはこれではっきり言ってどうでもいいんですよ。事実はどうな,のかなんですだから実際にそういう遺跡遺物遺構が発見されてる。 とするならばそれをつなぎ合わせて歴史というものを組み立てるわけです歴史のストーリーを組み立てるわけですあくまでも事実に着目していくとそういうストーリーがおのずと浮かび上がってくるというお話でありました詳しいお話は5月の14日のオンラインセミナーにおいて行いたいと思います午後1時から開催ですお申し込みは下の概要欄からしていただくことができますということで本日もご視聴ありがとうございました日本をかっこよく 結び大学でございましたいつもありがとうございますまたお会いしましょう